どうも、すべての社長を愛する男、プレジマニアです。この創業者列伝では、多くの経営者の方々の経歴をその主力の名言とともにご紹介していくチャンネルです。ということで早速ですが、今回ご紹介するのはこの方、日清食品の創業者、安藤百福さんです。日清食品の創業者というより、チキンラーメン、カップラーメンを作った方とご紹介した方がその凄さが伝わるかもしれませんね。今回はPHP 新書さんの日本の起業家シリーズに記載のエピソードを中心に全4章立てでご紹介させていただいております。動画の最後にはこの本の無料プレゼントのご案内もありますので、ぜひ最後までご視聴ください。ということで行ってみたいと思います。一言で言って天才です。第1章、ビフォーアチキンラーメン。カップラーメンの生みの親である安藤百福さん、生まれは今から約110年前の1910年、日本統治時代に台湾人のご両親から生を受けることになります。ですが、その安藤百福さん、小さい頃にご両親を亡くすことになり、繊維問屋を営む祖父のもとで育つことになります。小さい頃からそのおじいさんの商売を見て育ったので、商売に関して非常に感度が高かったそうです。またですね、根本的にズバ抜けて頭が良かったそうです。学生時代を終えた安藤百福さんは、その頭の良さを生かして町で初めてできた図書館の司書として働くことになります。ただですね、小さい頃から商売を見て育った安藤さんは、やっぱりどうしても商売がしたいというふうに思って、図書館の司書をですね、わずか2年で辞めて、22歳でですね、メリヤス、これが今でいうニット素材のですね、販売業を開始することになります。日本のですね、内地からですね、製品を仕入れて台湾で販売するというそういう商売だったんですが、なんでメリヤスだったのかということですが、やはりおじいさんがですね、繊維業をやられていたということで、感度があったというのが一点なのかなというところでございます。それからですね、ニット素材のですね、需要が単純に高まっているという情報をですね、キャッチして、これはいけると思ったからですね、メリヤスに目をつけたというふうに言われています。結果ですね、このメリヤス販売、大当たりすることになります。そして、より商売を大きくしたいというふうに思われて、翌年ですね、大阪でメリヤスの問屋会社、日東商会を設立することになります。その時の安藤百福さんの写真がこちらになるんですが、なんというか凛々しいというかですね、静観というか、もう本当に希望に満ち溢れた表情されてますよね。そんな順風満帆だった安藤百福さんに暗い影が立ち込めます。それが1941年の太平洋戦争の勃発です。ただ安藤さんはですね、やっぱり根っからの商売人なんでしょうね。その戦時下でもですね、商売をやりたいということで、こちらにありますですね、厳冬機、今でいうですね、映写機のようなものですかね、こちらの製造をですね、開始することになります。なんで映写機かというところなんですけども、当時はですね、軍事品をやはりいっぱい作ったりする必要があるということで、なかなかそのですね、工場での作業を覚えることができないので、この映写機で物の作り方を写して覚えると効率的ということで、この厳冬機に非常に需要があったそうです。そしてさらにですね、厳冬機だけではなくて、いよいよ軍事品のですね、本丸である飛行機のですね、エンジンの部品製造、こういったところもですね、国から受注するようになります。ただですね、ここがですね、一つ目の落とし穴だったんですね。安藤百福さんにですね、ある社員がこう言ってきたそうです。どうもですね、資材の数が足りないんですよね、ということで、安藤さんもですね、確かめると、やっぱりどうしても数が合わないと。で、もしですね、誰か社員が横流しでもしていたらですね、これも本当に大事になりますので、安藤さんはですね、すぐに警察署に相談に行ったそうなんです。するとですね、どういうわけか警察からですね、お前が横流ししてるんだろうと。いうふうにですね、嫌疑をかけられてしまうことになります。嫌疑をかけられた安藤さんはですね、そこからですね、取り調べに入るんですけれども、当時の警察ですからですね、とにかく拷問がひどかったと。取り調べ中もですね、食事もですね、ろくに与えられないような毎日、そんな毎日が続いたそうです。そこでですね、安藤さんはこう思ったそうです。食べ物ほど崇高なものはないと。
安藤桃福さんが食に対して思いを馳せることとなる第一歩がですね、図らずともこの警察での取り調べの出来事だったということになります。なんとか留置所から出た安藤さん、兵庫に疎開することになりますが、その疎開先で1945年35歳の時に終戦を迎えることになります。そんな中ですね、兵庫から大阪にまた戻ってまいりました安藤桃福さん。ただとにかく戦後の大阪はですね、食糧難で街中ですね、飢餓状態の大人、子供非常に多くて、非常に街中はですね、ずっと混乱をしていたというそうなんです。そこで改めて安藤桃福さんは、こう思ったそうです。衣食住とよく言うが、食がなければ衣も住もですね、そして芸術も文化も、あったものではないと、留置所で抱いた、食への思いがですね、どん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 強くなってきます。するとですね、携わる事業もですね、徐々に徐々に食の方にですね、シフトしていくことになります。まずはですね、塩を作る製塩業ですとか漁業、こちらを開始します。そして1948年中興総社を設立し、栄養食品の研究販売を開始します。ちなみにこの中興総社が後の日清食品になるわけなんですよね。ただここでもですね、大きな転落がありまして、製塩事業での労働者の給料の支払いをめぐってですね、脱税疑惑で投獄されてしまうことになります。当然今度もですね、無罪を主張するんですけれども、2年間の収監、そして資材は全て没収ということになってしまいます。2年の収監を経てですね、安藤さん出所後はですね、またゼロからのスタートというふうになりますが、今度はですね、安藤さんのこれまでの事業での実績を買われて、信用組合、いわゆるですね、銀行の理事長になってくれないかというふうな誘いを受けます。安藤さん自身はですね、もう金融業はとにかく向いてないというふうにですね、断っていたそうなんですけれども、最後は折れてですね、理事長に就任することになります。するとですね、この信用組合が今度は不良債権続出ということで、その信用組合そのものがですね、経営破綻することになってしまいます。安藤さんはですね、これで本当に全ての財産を失って、残ったのは大阪府池田市のですね、借家だけにの状態になってしまうということなんですよね。本当何回挫折味わってるんだという感じですよね。ただそんな時に放った安藤桃福さんの名言がこちらになります。いや、どんなハングリー精神とポジティブ思考なのか、やっぱり大きい事業を成す人っていうのはですね、こういうメンタリティがないとダメなんでしょうね。ということでですね、なかなかチキンラーメンまでたどり着かなくて申し訳ないんですが、次の第2章、いよいよチキンラーメンが誕生します。第2章、チキンラーメン誕生。信用組合の破綻によって無一文になってしまった安藤桃福さん、もうどうせだったらですね、心の底からやりたかった食品事業を始めようと、いよいよラーメン作りに着手します。でいざラーメンといってもですね、全く資金もノウハウもない状態だったんですけれども、とにかく手始めにですね、庭の離れに10平方メートルのですね、小屋を作って研究を開始します。朝の5時にはですね、起きて、もう毎日その小屋に行って、夜中の1時2時まで試作に没頭したそうです。ただそもそも安藤桃福さん、なんでラーメン作りを始めようと思ったんでしょうかね。それがですね、先ほど申し上げた大阪の戦後の闇市、ここでですね、寒空の中ですね、屋台のラーメンを常温に並ぶですね、長い行列があるというのを見たのを覚えていたんです。安藤桃福さんはですね、日本人がですね、なんと麺類が好きなのかということをですね、その光景を見て改めて思ったそうです。でそれが後のラーメン作りにつながるというところなんですよね。安藤さんはですね、いざラーメン作りをするにあたって5つの目標を決めたそうです。でそれがこちらの5個、美味しくて飽きのこないこと、保存性のあること、調理に手間がかからないこと、値段が安いこと、そして安全で衛生的であること。ただですね、5個の目標は決めたものの、当然ですね、ラーメン作りはうまくいきません。まず麺の水、塩、小麦粉のバランス、これに非常に苦戦します。次はですね、あのチキンラーメン独特のあの味ですね、あれを麺にいかに染み込ませるか、この方法に苦戦することになります。最初にですね、麺にスープを練り込んでしまうと、麺がボソボソになってしまうと。で逆にですね、麺を蒸してからスープにつけてしまうと、麺はなかなか乾燥してくれないということで、安藤さんが思いついたのが、じょうろでですね、スープを振りかけてですね、そして乾燥した後に手で揉みほぐすという、そんな方法を取ると均一に染み込ませることができるということに気づかれたそうです。でそして最後の難敵が、味の染み込んだ麺をですね、どうやってパリパリに乾燥させるかと
ということでした。麺をですね乾燥させるのどうやるのかなと本当に日々いろいろな研究を重ねていたところですね、ある日ですね奥さんがですね天ぷらを揚げられているのを目にします。皆さんですね天ぷらがですね揚がるところを想像してほしいんですけれども、水で溶いた小麦粉の衣、これですね油の中に入るとパチ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 っとですね音を立ててですねこう水を弾いてですね衣がファーッと揚がるのですね、あれが想像できると思う。で安藤桃福さんも見てこれだと思ったそうなんですよ。安藤さんはですねすぐ小屋の方に戻って早速味が染み込んだ麺をですね油で一気に揚げますと見事に乾燥した状態になったそうなんです。そしてですねお湯を入れるとですねあの柔らかい状態に戻ったんですよね。これがですね後にですね瞬間油熱乾燥法と名付けられて即席麺の基本的な製法となることになったんです。ちなみにこのエピソードにはですね、諸説ありまして、実はこの製法はですね別の方がすでに開発していたですとか、特許問題がとかですね、いろいろあるそうなんですけれども、ここでの説明は一旦割愛させていただきたいというふうに思います。ついにですね開発した即席麺の作り方、その後ですね家族総出であの小さな小屋でですね麺打ち乾燥袋詰め、これを行ってついにたどり着いた商品がチキンラーメンになります。ただこのチキンラーメンですね問屋に持ち込むんですけども、最初はですね全く見向きもされなかったそうです。ただですねそこは安藤さんも熱意でですねなんとか頼み込んで取り扱ってもらうようになると空前の大ヒット、これにつながることになります。そこからですね工場を新規で作ったりして増産をしていくことになり、一気に国民食の立場を作っていくことになります。この時安藤桃福さん48歳、他の方からですね遅い出発ですねというふうによく言われたそうなんですけれども、そんな質問を受けた時に安藤桃福さんはこのように返されたそうです。この言葉ですね、実は安藤桃福さんの言葉の中で私が一番好きな言葉なんですよね。あのケンタッキーフライドチキンを作ったカーネル・サンダースさんもですね65歳の時にケンタッキー作ったそうなんですけれども、似たような名言残されてるんですよね。そんな安藤桃福さん、次はですね今でも愛される伝説の発明を行っていくことになります。第3章、伝説の発明品。チキンラーメンの発売から8年後の1966年、安藤桃福さんはチキンラーメンの売り込みのためにですね欧米視察、これを行うことになります。そこでですねスーパーでですねチキンラーメン取り扱ってもらうためにですねバイヤーの方にですね試食をお願いしたそうなんです。ただそこでですねバイヤーの方ですね全員困った顔をしたそうなんです。その困った理由がですねこれどうやって食べんのっていう風になったそうなんです。そう、袋麺食べるには日本では当たり前だった丼がなかったんですよね。でそこでですねバイヤーの方々はですね衝撃の行動に出たそうなんです。なんとですねチキンラーメンをこう2つに割って紙コップに入れてお湯を注いでフォークで食べたそうなんですね。で当時ですね袋麺市場が頭打ちになっていた状況で、安藤さんはですねこれだとひらめいたそうなんです。つまりですね初めからカップに入れたラーメンを売ろうというふうに思われたそうなんです。もうそう作ると決まればですね即動き出すのが安藤さんですね。もう日清食品で開発即開始です。ただここにもですね多くの困難があって、まず難しいのがラーメンを入れる容器、これの開発ですね。当然ですね紙コップっていうわけにいきませんので、当時ですね日本では珍しかった発泡スチロール、これに目をつけてアメリカの技術を導入して開発に成功します。で意外なことにですね壁となったのがどうやって麺をカップに収めるかということだったらしいです。なんか普通に考えたらですねこんな感じで入れるかなと思うんですけれども、ただこうするとですね、こう輸送中に揺れがあるとですね麺が割れてしまったらしいんですね。そこでどうしたか、研究に研究を重ねてこのように麺の大きさをですねカップの底辺よりも大きくすることで下に空間を作ることにしたそうなんです。そうするとですね揺れを干渉できて割れにくい構造を作ることができたと。でこれをですね中間保持構造と呼んで、現在のカップヌードルにもですね引き継がれた構造でですね開発されたそうなんです。ちなみにですねこの下に空洞があることで、さらにメリットもあるそうで、お湯がですねこの下の部分にたまるので、均一にですね麺がほぐれる、そんなメリットもあるそうです。そうして1971年、
あの海外視察から5年後ですね、日清食品は満を持してカップヌードルを発売することになります。最初はですね、銀座の歩行者天国、ここで試食販売を行って、この写真のようにですね、若者には一気に刺さったそうです。ただですね、若者には受けが良かったんですけど、全国的にはですね、なかなかやっぱり苦戦したと。特にですね、マスコミとかまた問屋ですね、ここはですね、このカップヌードルはですね、やっぱり屋外向けだろうというようなレッテルを貼られて、なかなかですね、通常の小売ルート、これに乗らなかったみたいなんですよね。ただ期待の商品ですから、当然安藤文福さんは、こんなことでは諦めません。いいものは必ず世の中が気づくというふうにですね、社員の方をですね、ひたすら励まして、通常ルート以外のですね、販売を模索していきます。それがですね、遊園地とか警察、消防、自衛隊、麻雀やパチンコ店、これらのですね、屋外ですとか遊戯、こういったところのニーズを攻めていくことになります。するとですね、その努力とタイミングが合うかのように歴史的な事件が起こります。それが1972年の連合赤軍による浅間山荘事件です。連合赤軍による立てこもる事件だったんですけれども、この浅間山荘事件はですね、2月の雪山の中で起こった事件だったんですよね。するとですね、報道機関がずっとですね、事件の現場を放送するという中で、機動隊員が食べていたのがあのカップラーメンだったんです。その様子がですね、実質的に宣伝のような形になって、そのカップラーメンはですね、まさに火がついたように売れ出すことになっていったそうです。このようにしてですね、チキンラーメンに続きカップラーメンというですね、大ヒット商品を開発した安藤文福さん、次の名言がこちらになります。よくですね、商品何を売るかよりどう売るかが重要だっていうようなことをおっしゃる方もいるんですけれども、あまりにですね、圧倒的な商品はですね、商品自身がですね、販売ルートを導いてくれるというですね、教訓なのかもしれませんね。そんなカップラーメンを開発した安藤文福さん、いよいよ最後の挑戦が始まります。第4章、最後の挑戦。カップラーメンの開発後、安藤さん率いる日清食品はですね、成長を続けますが、安藤文福さんご自身はですね、1981年に社長の座をですね、長男の方に譲り、自らは会長となられますが、その2年後ですね、いろいろあったらしくて、また復帰することになります。しかしそのさらに2年後の1985年、最終的にですね、次男の方に社長職をですね、お譲りして、ご自身はまた会長職になられると。でその後はですね、食文化の探求ですとか普及、こういった方向にですね、シフトして、主に社会的な活動がですね、徐々に中心になっていくという中ですね、91歳となられた安藤文福さんがですね、またしてもですね、衝撃の発表を行います。2001年、安藤文福さんはですね、御年91歳の時にですね、宇宙でも食べれるラーメンの開発を目指すということを発表されます。でその開発の思いはですね、やはりこう食を追求してきた安藤さんにとって、やっぱり人間はですね、どこに行ってもどんな環境でもですね、食べなければならないという思いからですね、宇宙でも食べれるラーメンをということで開発を目指すことを発表されました。ラーメン開発のプロ10人をですね、呼び寄せてプロジェクトチームを組成して、安藤さんご自身もですね、開発に着手するような形になります。ポイントはですね、やはり無重力状態でいかにスープが飛び散らないようにするかということで、スープの粘度を高めて、さらにスペースシャトル内で給湯可能な70度のお湯でもですね、湯戻し可能な麺をですね、開発していったそうです。そしてついに2002年、宇宙食ラーメンとなるスペースラム、これを完成させて、2005年、野口聡一さんがディスカバリー号の中で実食することになります。そして期間後ですね、野口聡一さんと安藤文福さんはこのようにがっちり握手をされて、安藤桃福さんはですね、この時少年のようにですね、非常に感動されていたそうです。そんな安藤桃福さんの本日ご紹介する最後の名言がこちらです。そんな安藤桃福さん、2007年の1月ですね、新年早々から精力的な活動をされていたんですけれども、1月の5日、わずか4日間ですね、2007年は早朝にですね、体調を崩されて、96歳で急性心筋梗塞で帰らぬ人となられました。チキンラーメン、カップヌードル、スペースラム、これらを開発して日本の、それからですね、世界の食文化を変えた安藤文福さん、
これまでご紹介してまいりましたが、最後にですね、その安藤百福さんがお亡くなりになられた時にですね、ニューヨークタイムズで記載された社説をですね、ご紹介したいというふうに思います。インスタントラーメンの発明によって安藤は人類の進歩の伝道にその名を永遠に残すことになった。人に魚を釣る方法を教えればその人は一生食べていける。人にラーメンを与えれば何も教える必要はない。ミスターヌードルに感謝。はい、ということで今回はカップヌードルの生みの親安藤百福さんのご紹介をさせていただきました。今回ご紹介したのはこちらの書籍からですね、ほんの一部分のみをですねご紹介させていただいておりますので、興味のある方はぜひご一読いただけたらというふうに思います。それではまた次回の創業者列伝でお会いしましょう。